スノーマン岩本光カルメグロレン、共に過ごす時間の中で育む関係性ストイックな姿勢で共鳴し縮まる距離。5月18日放送の藤屋プレゼンツスノーマンの元のまんま文化放送で約1年ぶり6度目のコンビとしてパーソナリティを務めたスノーマン岩本光カとメグロレン。番組内では4月30日に千秋楽を迎えた 滝沢歌舞伎ゼロファイナルの舞台裏が語られた。岩本が今年は初めてライブビューイングがあって、俺は途中、変面って演目があって、ちょっとヒヤヒヤしながらやってたんだけど、それも良い緊張感だったと振り返ると、目黒も賛同。さらに楽しかったし、感慨深いっていうか、一個一個が歴史がある演目だし、歴史がある場所だし、そういうのを考えながら、 感謝しながらやってましたね、と噛み締めるように語っていた。さらに、リスナーからのお便りを紹介する元のトークのコーナーでは、岩本が同作で熊鳥を素早く赤から青に変えていたがどうやっていたのかという質問が寄せられた。